いどうも、イニャースっぽい声のニャンコラジです。よろしくお願いします。ということでね、今回はですね、隣のトトロに出てくるサツキちゃんかな？サツキちゃんが作るあのお弁当をちょっとね、再現したいなと思って今回の動画を撮っております。じゃあまず用意するのはお弁当箱。まあ、あのタッパーしかないんで、これでよろしくお願いします。で、次はですね、こちらですね。はい、梅干しとサウダーデンプン。そして続いて用意するのがグリーンピースっぽい豆なのかな。あれ、じゃあグリーンピースっぽかったんで、こちら用意しましたね。はい、ミックスベジタブル。そして極みつけが焼きグルメ。これがないと始まらないということで、調理開始。こちらのミックスベジタブルを分解していきます。トウモロコシと人参とグリーンピースが入っているんで、これをね、仕分け作業していきます。本来はね、あのグリーンピース単体買えばよかったんですけど、スーパーに売ってなかったんで、じゃあこれあの仕分けするかって、こんな感じです。はい、大変。はい、ということで、こんな感じでグリーンピースだけを回収しましたね。はい、疲れました。さあ、続いてはですね、このウルメを、いいやつを厳選していきます。じゃあよいしょい。どれがいいかな。大きいのがいいな。ちょっとちっこいのも入ってるな。やっぱ大きいのがいいからな。どれがいいかな。さあ、お米の準備ができたということで、こちらの桜でんぷんをかけていきます。桜でんぷんって何なんだろう。あんま知らずに使ってるけど、桜でんぷんって何。はい、こんな感じでね、できました。いいね。さあ、次はですね、グリーンピース、さっきのですね、ミックスベジタブルのグリーンピースをですね、温めて解凍したものを上に乗せていきます。うん、量が少なかった。あ、ということで、次はですね、先ほど厳選したウルメをですね、上に乗っけていきたいと思います。おいしそう。はい、ぴったりですね。幅がぴったり。なんか1匹だったら寂しいと思ったんで、2匹目投入。贅沢ですね。そして最後に梅干しを乗っけたら、完成。というわけで、完成いたしました。隣のトトロに出てきたさつきちゃんが作ったお弁当、簡単でしたね。